電気通信研究所には音響の研究・実験を行う特別な部屋が2つあります。1つはこちらの無響室、もう1つは防音シールド室になります。どちらの部屋も壁面と床、天井を吸音くさびで覆っているというのが特徴です。特に我々の部屋は吸音材がペットボトルのリサイクル品、ポリエステル不織布というもので作られているところが特徴で、これは全国の大学でも唯一になります。この部屋では人間が音の方向をどうやって知るのかということをするための実験に使ったり、スピーカーやマイクロフォンの音響特性を知るといった時に使われます。壁面からの音の反射があるということは、そのような実験を行う時に非常に不都合になりますので、吸音材で壁面、天井、床を覆っているというのが必須の条件となります。こちらは防音シールド室です。無響室と同じように壁面と床、天井に吸音処理を施しています。この部屋は様々な用途で使うことを目的として作られています。壁面にシールド処理を施して脳波の計測ができるようにしたり、嗅覚に関する実験をする装置、また様々な場所から耳までの音響伝達関数を測定する装置や、我々が動いている最中の音の近くといったことをするための実験施設が備わっているのが特徴です。音響に関係する様々な企業との共同研究や、そのような企業にこの部屋を貸し出したりすることで、音響の様々な実験研究の基礎データ収集といった点でこの部屋は使われています。